皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今夜もデッドバイデイライトのお時間やってまいりました。さあ今回ねこちらでやっていきたいと思います。今回ねこちらバランスレア度3の方を持っていきたいと思います。高いところから飛ぶとね3秒間、スプリントバーストみたいな速さになれるっていうものね、今回こちら持っていきましょう。さあメンバーめぐちゃん救急来た。あ、クロデとノブコって名前やったな。これノブコって名前やん。うん、これとりあえずノブコって言わせていただきましょう。ベルクラさんのあれかな、動画をご視聴していただいてる視聴者の方かな。で、あとはね赤 T シャツ、ドワイトとなっております。派手派手だな、あのドワイトという感じで、このノブコは何も言わずにさスタートしていきましょうかね。うん、いやめぐちゃんあれ頼もしいな。顔まであれ血まみれだな。プレステージ3周して救急キット持ちというね、非常にこれ頼もしい感じとなっております。さあ霧が濃くなる。うん、いや今回ねバランス持ってきたんだけど、まあバランスもねその高ランク生存者、高ランク生存者がね、スプリントバーストはね基本高ランクの人とか外してることも多いんだけど、そのいざって時ね高いところとかにこう追い詰められた時に、バランス持ってるとね高いところからピョーンと落ちた後にスプリントバーストで足が速くなるので、結構使ってる方がねいたりするんだよね。なので私もちょっとこのバランスをちょろちょろっと生かしていきたい。うん、でねもともとこのバランスを入れてずっとね試合に行っている生存者の場合は本当にうまいところでねこのバランスを発動させるんだよね。もうほんのちょっとした段差にわざと登ってでそっから加速して逃げていくとかもね私何回か試合でね見たことありますので、今回はねちょっとお試しということでこちらのバランスね持ってきております。うん、さあ、いつも通りかマクミランエステートでございます。うん、さあ特に誰も近くにはいないか。あ、いる、あそこ一人いる、誰かな。あ、ドワイトだわあれ。うん、雰囲気ドワイトっぽい。あ、ちんまりしてんな、慎重だね。まあそうなんでね、初動の動きって本当に、あ、向こう行っちゃった、あそこで発電機直してるんや。じゃあ私も協力しましょう。そう、本当初動の動きって重要なんだよね。殺人鬼が近くにいる場合があるんだよね。リスポーン地点がランダムではあるんだけど殺人鬼から近いっていう可能性も考えられるので、まあ仲間がいる場合はねもうがっつり協力していった方がいいけど、あ、向こう走ってんな。ん？あれノブコじゃないか。でもノブコここもう治っちゃうで、そこちょろんっつって、私宝箱も欲しいね。さあ、ここしっかり直してと。さあこの3人で行動していきましょう。殺人鬼来るか、こっちの方。今のところはまだ来てないけど遠いのかな。じゃあノブコあそこちんまりだもんな、あそこの発電機直したいのかな。来てないか。2人が足跡がっつり残してる、私もがっつり。あ、来た、先輩やん。行かなくてよかったこれ、あぶねえ。そうなんだよね。うわ、あれ何今回、あ、やだ、もしかしてなんか近くに生存者がいるとなんかうめき声が聞こえるってやつだった。よし、そこの窓枠行くべや。ブギーマンか今回。うわ怖い、ちょっとここら辺でねちょりちょり巻いてみよう。うん、どう、窓枠は越えてこないかブギーマン。ちょっと私離れるかな。あ、あそこいる、見られてるよドワイト。うわ、レベル上がった、先輩来たこれ。ちょっとドワイトに直してもらおうかな、ここで。あ、気づいた、ありがとうドワイト。もう一人が今チェイス中、メグタンがね、メグタンがあちらでチェイス中と。そうだね、私がちょっと連れてきちゃった感あったからな、ごめんねメグちゃん。今のメグちゃんプレステージ3周だから、うわ来た来た来た、戻ってきよったでこれ。あ、2人とも見られてんだこれ。うわ、ワンパン早っ。いや私もちょっと見られたんだよね今。ここで倒してるから向こう行こう、ここに2人いてもダメだわ、ワンパンタイム2人ダウンする可能性もあるから。こうなったら遠くの発電機行きましょう。さっきのドワイトにはちょっと頑張ってもらってと。お、あそこで修理か、オッケー。メグちゃんかな。あ、でもやっぱメグちゃんすごいね、切られなかったんじゃない。違う、ノブコだわ、ノブコここいるわ、オッケー。ちょっとノブコと協力して、で向こうの発電機に関してはね1箇所つけて2箇所はねいじってるものの、こちら方面あんまりいじれてないのでねがっつり頑張りましょう。さあドワイトすごい長持ちしてんな、あれだって今ワンパンタイムなのにね、やっぱあれちょっと板ポイントとかをちょろ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 走り回ってっていう感じか。さあそうなったら時間稼いでもらってる間にね発電機集中いたしましょう。さあ2つ目 OK。
こっちの奥の方全然いけてないからがっつりつけよ。大丈夫のぶこ、大丈夫よ。さあワンパンタイム終了。あそこに発電機と向こうか、向こうとここ地下室じゃないんだ。じゃああっちの家の方だね、地下室。宝箱があるところの下の方面が地下室だと。さあ、ここはのぶこと、あやべ来てんな、おい、わあ、うわこれ来てる、痛い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 。でもそこのぶこいるからな。さあ板のところでね、板のところでもこうチェイス見られないようにしちゃうもん。えメタ溜まるのそれ、え嘘でしょ、そんなところでさメタ溜めるんや。おいよっと、さあのぶこがあそこいるからね、ちょっとこちら後ろちょっと気をつけながら、あ向こう行ったか、あ分かんなかったみたいね、アイシャッター残ってたけど、あ発電機壊してんな。でここで焦って治療入れない、どっちだ、うん、見られたか、あれ気づいてなかった。さあ、ここでちょっと離れてから自己治療入れよう。あぶねえ。さあナイス発電機、あそこにドワイトかな。いや今回結構みんなやれるよ、すごいよ。私も今ワンパンタイム来たもののって感じ。おっとドワイト、トーテム壊してるんや。それ壊してからでもいいけど、よかったらこれ後で直してくれんかね。そこパーンやった後ちょっとギリギリまでセルフケア入れとくから、ありがとうドワイト、すまねえ。あメグちゃんもありがとう、ごめんねさっきは、ありがとうね。やっぱすごいな今回の、ありがとう。であと残り発電機2つだもんね。あそこ追いかけっこしてんのかな、あれ信子探してる、宝箱はなしか。じゃあ地下室の宝箱当たってみよう、うん、さあでもこれでワンパンタイム2回がね無駄になってるから、行ってもあとワンパンタイム1回かな、3回ぐらいまではね多分4人見つめられててもた、うん、めれるところだとは思うけど、ひとまずワンパンタイムを2回無駄にしたら大きかった。さあいい救急キット、いやこれは助かるよ。自己治療とこれ合わせるとさ相当早いし、しかもこれゲージあのスキルチェックミスしなければ2回まで治療可能だという感じのものが手に入ったと、ありがたい。あそこちんまりしてたな、あっちいるんだろうね、追いかけられてんのかな、走ってる、んそこうなってんの、 OK じゃあここ私がね責任を持って直しましょう。ちょっと待てよ、ここをちょっとダミーにして向こうに履けようかな。あそこ走ってんな、あっちいるんかな。さっきの場所もねあの板が結構壊れてるからポジションとしては結構悪いんだよね。ってなってくるとこちら方面か、んなんかちんまりしてるな、こっちにいるのか殺人鬼で、向こう側がもうほとんどさっきいじった発電機で多分最後なんだよね。あ先輩やん、先輩やんこれ、あぶね先輩の巡回が来てると。さあ、ここら辺でねちょろ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 と、うん、まあどこもかしこも壊れてるからね、いねえなっつって、あっち行った方がいいかな、あそこ直してるんや、ちょっとそこ協力しようかな。 2-2 ぐらいで分かれるか、あいやみんなこっち来てんな、いや信子が追われてんだ今ってなってくると、ちょっとこっちね2人で集中してと。で向こう側に今回発電機多めになっちゃってるから、ちょっとその状況はまずいよね。さあ信子が追われてるのか、走ってきてる、どう殺人鬼は、いや殺人鬼は向こうだ、あっち集中してんだ、残り発電機向こうに3つ集中してるのでこれ危険な状況だな。さあひとまずここつけ切って、あ信子向こう行くよっつって、そうねちょっと待って、ただストレートに行くと殺人鬼と鉢合わせるから、こっちからくるくるっと行って、でさもうここないんじゃない、奥とか発電機ないよね、どこも。アドワイトがクイックアンドクワイエット持ちかな、あれこっちの方音出しても多分殺人鬼来ないんだよね。でみんながね自由にこれちょっと自由時間だと、うん、ちょろちょろしたりね、どうするっつってこれ行くかっつってみんな自由だな。で信子は地下室に宝箱を見に行ったと。でね向こう3カ所あるんだよね、どうしようかな、中央のところに1個らぐらいかと、あとあの小屋の奥のところ、あ向こう行くよっつって、うん行くしかないんだよね、3カ所集中しちゃったらまずかったな。あやば来てんな、メグちゃんかなターゲット、あメグちゃんだ、うんでもちょろちょろ巻いて、じゃあこのメグちゃんが隙を作ってくれてる間に生存者がねさっと抜けていく。さあどうする、今回はあれだね、あのここ半分守る系殺人鬼になっちゃったな、これされちゃうと結構ね、あこっちないんだやっぱそっちか、うん
こっち奥の方に2カ所と 小屋の正面らへんに1カ所ワンパンタイム来た。3回目のワンパンタイム。でもこのワンパンタイムが終わればもうメーター貯められないはずってなると、生存者はここ気をつけて気をつけてと。うん、中央のところ、そうだね、頑張れ。あ、ドワイト。そうなんだよね、結構板とか倒しちゃってるからワンパンタイム来てもねまずいんだなこれ。さあドワイトがちょっとあそこでダウンと。多分ドワイトを餌にして後のメンバーおびき寄せるんじゃないか。来てんなこっちの。でもここ発電機ないからな、ここまでは見に来ないやろうな。発電機の近くだろうな。でドワイトがギリギリまでセルフケアを入れてると。でちょっと私も勇気を出してそっち方面に近づいてと。ただブギーマンが、あ、一人そんなとこちまり、あれ切られてるやん。あぶーねーこれ。あそこちまりで、ドワイトが少しずつにじり寄ろうとしているくるくる回ってる。おい、これもうあれメーター溜まったでっつって。さあワンパンタイム終了。さあちょっとここはね発電機もちょろっといじって、あ、メグちゃんで、信子があそこか。どっちが担がれる、ドワイトかメグちゃんか。あ、ドワイトのとこ来てるわ、見られたかな。さあここはギリギリでかわしていく。あ、よし、私がちょっといじった発電機を壊してと。うん、作戦通りや。でここで信子がねどっちか直してるかな。で私がそこのねドワイトを直したい。よし、ナイス信子からのドワイト。ちょっと待って、そこ結構場所悪いんだよな、そこしっかり待ってろ。よし、直して1段階直して2段階目いけるかな。あ、やばい、来たぞドワイト、気をつけろドワイト、来てるぞそれ。よし、ナイス悲しみのあーって、ね、これ。さあそこで私がチョルチョルして、もう一人傷ついた生存者は直してあげた方がいいな。さあただいまね私以外の生存者3人がね傷つき弱っていると。で、合流か、ボンド持ってんのかな、エンパシーか、どっちか持ちだねメグちゃん。さあ、ここ2人で直しきろう、うん、あの僕優しいね、自分の治療をやめて直してあげてるわ。でここ私もちょっと、あ、参加できなかった。さあここで新鮮になった方々が増えたのメグちゃん超えていくね。ちょっとくらい音出してもね来ないんだよもう。あそこでドワイトとチョロチョロと。そうなるとね隙を見ては発電機、あ、ドワイトうまいね、あ、他の人やられてる、ちょっと待ってろドワイト、先に直してあげよう君を。そうね、メグちゃんもぐるっと遠回りからこっちに来たと。オッケー、よし直しきった。あ、来てっぞこれ、来てっぞこれ、やべえぞ。あー見られてる、嘘でしょ、ワンパン4回目。あ、危ない危ない、怒ってるわブギーマン。これ初駅足か、足えらいことになっとったで今、まるでバレリーナのかかと落としからの発電機壊しっていうね。やべ、ちょっと このワンパンタイム終わらんというかんわ。そっか、これ4人元気だった場合って4回目のワンパンタイムいけるんや。だけどこれが終わればもう脅威はないはず、だからこの時間ちょっと安全にやり過ごしましょう。そうね、1人こっちに逃げてきてるね。で1人は一応中央らへんでちょろっと待機して安全になったら発電機、あ、メグちゃんが追われてるんだ。あ、かすってるわ後ろで、これ行くで。ここでねメグちゃんが隙を作ってくれた間に生存者はこっちにまた戻っていくと。で私奥の方かな、どこの発電機をやったらいいんだっていう話になるけど、で比較的こっちは何もないので安全と。さあ、あ、こちらでやり過ごして OK、 ナイスワンパンタイム終了。さあこれでもうブギーマンの脅威はなくなっているけど、ただ板がほとんどなくなってしまったので早いところ集中しないとって感じだよね。で作戦としてはね、ここをほんのちょろっとだけいじって、ほんのちょっとうならせてから本命の発電機に行った方がいいのかな。あそこだよね本命は、うん、こちら辺なんだ本命は。だからここを、あーでも本命ももうこれ行っちゃってるやん、危ないで見られてる。でもメーターたまらんやろうなこのブギーも。あ、やべやべ、あーぶー、なんもねー、ここなんもねー、これ痛い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 、板ないか、最後の残りの板とかないか、これなんもない。あ、でもやっぱあそこが本命だからそっちに戻ってってるね。ってなると私全然関係ないところで自己治療挟みましょう。今回ね、あのバランス全然役立ってないな私からの自己治療で、いざって時だけ救急キットで治療しよう、うん、
まあ、ここにいる分に関しては多分追いかけてこなくって、あの3カ所の発電機集中だろうね。で今チェイスしてるところにもう1カ所あったから、そうやばいんだな今回。おっと戻っていってる。あそこが本命なのかな。で私は本命じゃないところをねちょっといじって音を出していく作戦でもいいかも。3人が3人本命に集中するのもありだけど、まあ、ダミーもねちょっと作って巡回ルートに入れさせると本命をいじりやすくなると。さあここが本命か、3分の1。うん、で向こうら辺にも2人か、向こう行った方がいいかな。ちょっとねこれ状況判断が難しいけど、こっちが本命、2人で直してるんだったらこっちの方が早そう。お半分だ、もうほんのちょっと。あ嘘でしょ、またワンパンタイム、何回目、5回目のワンパンタイム、そんなことあるの。行ったことないで、こんなにさワンパンタイム来た。ブギーマン初めて見たんだけど、行っても1試合でさ3回が限界だと思ってたんや。あれかブギーマンってさ、だいたいなんか1回のワンパンタイムでこう1人とか2人殴り殺したりするから、そんなに全員のメーター溜め切ることもできないのかな。だけど今回4人か4人新鮮だから余計これメーター溜めれるんやろうね。さあ、ちょっとねこちら、あ信子救いに行くから、でひとまずこの信子が時間稼いでくれてる間にゲートを開けきろう。さあ発電機直して、すぐそこにゲートだから。信子あそこか、ちょっと待ってろ、救いに行くけどまずはゲート。さあドワイトが開けるか、 OK ナイス。で私信子方面に向かおう。でこっちから黒と遠回りして、そこのゲートだよね。ただワンパンタイムがまだ引き続いてるから、どういける、ドワイトワンパン終了。あノーワン、嘘でしょ、ノーワン持ち、どんだけワンパンタイムなのってぐらいのワンパンよこれ。やっぱ信子が一応救ってもらったか、うん、状況判断としては良かったね。一人がやられてる間に救いに行ってると。 OK さあここ開けられるか、ノーワンだけど、いや行くしかないんだよここゲート、開けきれるか、戻ってきてる、本当にノーワンだったかこれやっぱノーワンだわさあ信子を直しきって、さあドワイト救えるか、結構遠いぞ、え近いじゃないんだよね今回。あそうね、ドワイトが手を上げて、距離としては結構離れてるから隙を見つけてはいけそうだけど、ただノーワンエスケープ持ちブギーマンだから、何今回とんでもなく怖いんだけど、実質ねあのこれワンパンタイム6回ってことだよね、ノーワン持ちだからさ。やべえぞ、なるべくこのノーワンの制限時間がねまだ長いから、ちょっとそこギリギリまで耐えよう2人で。でドワイトもしんなりしてると。で1人ずつに分かれるんじゃないかな、ドワイト救出部隊と、私救出部隊で2人に分かれて1人ずつになって多分救出なんだよね。でどっちが隙が多いかつって、私は多分簡単に救えるだろうね、ただドワイトなんだな問題は。さあ、ここ直してもらう前に私もダッと行こう、うん、あメグちゃん直してもくれる、やべこっち来てんな、追いかけに来てるわ、うわメグちゃん、あぶね、あまだノーワの時間か、あぶね、この石が意外と助かるんだな。さあここでちょっと我慢して自己治療よし。さあ信子がねあそこでドワイトを助けたと。さあメグちゃん私の身代わりになっちゃったから、さあ、なんだかんだでバランスが今初めて役に立ったと何の意味があったかっていうねこれバランス。さあメグちゃんを救いに行きたい。さあそろそろねノーワンタイムが終わりだと思うから、あそこ見てるやん、で私がこっちにいるのが分かってるからこっちで気を引いてこっちからくるくる止まっていこう。で信子があそこか、そうねメグちゃん救いたいよね、ブギーマンってああいうこと多いんだよね、ああいう風にすること。さあメグちゃんがあそこ、あブギーマンがどうだ、ゲートの方行くか、私かどうだ、信子が見つかるか、私が抜けられそう、あのメグちゃん救わないと、命に変えても救わねばこれ、私の代わりに身代わり。さあ信子が切られた、信子もう一個のゲート行くかな。さあメグちゃん OK 戻ってくるかな、一応ギリギリまで直しきろう、うん行けるかなこれ、ドキドキはしてない、来てる、来てない、救急キットで直そう、あやばい来てるメグちゃん、行ってメグちゃん、やばいぞこれ、いけいけいけ、2壁になるからの板、よかったここ残ってて板が。さあすぐそこのゲートはドワイトが頑張って開けてくれたので、よし間に合いそうだ。さあ3人こちらに集合して、うん距離がだいぶあったと、よかったねこれ、ちょっとギリギリのところいいよ、危ないからこれ。さあメグちゃん脱出、ドワイトいけた、
大丈夫だと思うと思う、うん、さあそして信子が自己治療を終えてから多分スルンと脱出かなということで、いや今回すごかったね、初めてこんなさワンパンタイム行ったよ、まあ、脳波も含めると6回ぐらい、危険だったと、うん、さあ信子、あ信子みんなあっち脱出したんやつって寂しい一人でっていう感じでね、ちょろ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 して、あしかもボロータイム持っちゃったの、あカチカチやってるわ今回やばくないつって信子もきっと、うん、という感じでございました。あ今回すごかったねポイント2万ポイントいってるやん、生存者も殺人鬼もというようなね結果でございました、ありがとうございます、うん、私ゲート開けきれなかったのに、ね、2万2000いってたんだ、救出結構いってたからだろうね、まあ、みんなジージーと、うん、いや本当にねいい試合でございました、ありがとうございます。いやブギーマンってあんなに生存者殺さなければワンパンタイム行くんだねっていうのはね初めて知れる、そんな回でございました。多分今まで上げたブギーマン動画の中でね、ワンパンタイムが一番多くて、しかも最後もねノンワンでワンパンっていうね、もうほんととてつもない恐怖でございました。まあ、殺人鬼もねあの3箇所発電機に、ね、集中してたのでね、だいぶあれだよねチェイスとかやりやすかったんじゃないかな、集中するもんね生存者みんなあそこにね、という感じで、メグちゃん、まあ、実を言うとねメグちゃんこれライトウェイトのレベル2が出ておりまして、まあ、ちょっとねライトウェイト使っていきたいのでこちらレベル2だけどちょっと取っていこう、うん、さあこれでメグちゃんねレベル50をね22回回してからの23回目のライトウェイトと、うん、バランス外してライトウェイト、うん、まあ、次回からちょっとメグちゃんねこのライトウェイト持ちでプレイしていきたいと思います。さあそしてクローレットプレステージ3周と、ちょっとポイントなくなっちゃったかなという感じで、5000だもんねちょっと欲しかったけどこっち取るか。さあ、これでねポイントあと5000か、フラッシュライトとか取ってもいいかなというところで、また次回ねこちらメグちゃんプレイでやっていきたいと思います。まあこれでねライトウェイトのレベル2か、うん、レベル1だとねライトウェイトも1秒しかね足跡消えるの早くならないんだけど、2秒ぐらいからやっと使えるかなっていうところ、まあレアドさんのね3だとライトウェイトね3秒間、走った時のね足跡は消えるの早いので相当使えるんだけど、まあない場合はこちらでねやらせていただきたいと思いますのでね、次回もメグちゃんで頑張っていきたいと思います。はい、救急車もね外の方走っておりますけど、ただいまねランクリセット入りまして、コツコツね毎日、まあ、2時間ぐらいかな、一応1日の目標としてはランクが1上がるように頑張っております。でねランクの下に今13の下にねなんか白い米粒1個ついてると思うんだけど、あとこう灰色の丸がね3つあるんだけど、あそこがね全部米粒マークになると、あと1万ポイント以上の試合を3回するとね次ランク12になりますので、まあ、毎日コツコツやらせていただきたいと思います。はい、なのでねこれからもデッドバイデイライトの動画ね、頑張ってあげて、できれば今シーズンにはちょっとランク1方面まで1日ランク1上げる方向でね、あとまあ13日ぐらいで達成できるかなっていうところ、ゴツゴツ頑張っておりますけど、ここからはさらにね熾烈な高ランク生存者殺人鬼との熾烈な戦いになりますのでね、これからも引き続き楽しんでいただけたらと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は、下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。